皆さんこんにちは。今年の東京コミコン2019アンバサダーを務めます浅野忠信です。東京コミコンはテクノロジーとポップカルチャーの祭典として、既存のコミック、映画、アニメ、ゲームの展示会とは違う全世界を通じて楽しめる知的好奇心を刺激するイベントです。普段ではなかなか日本に来れないハリウッドスターたちとの撮影会やサイン会が企画されているほか、最新技術を使ったさまざまなゲームや体験、コミックや映画の最新情報、ライブパフォーマンスなどさまざまなイベントも予定しています。特に本日発表されましたが、今年はオーランド・ブルームやルパード・グリント、昨年残念ながら東京コミコンに来れなかったセバスチャン・スタンの来日が決定しました。撮影会やサイン会はもちろん、オープニングセレモニーなどで彼らに会うことができます。僕もアンバサダーとして会うことを楽しみにしています。ぜひ皆さん、11月22日金曜から24日日曜の3日間、幕張メッセに来て開催される東京コミコンに遊びに来てください。イエーイ。